ビルボードジャパンポッドキャスト MC の磯崎です。今日の相方は生竹です。よろしくお願いします。生竹さん、韓国行ったんですよね。はい、急遽出張に行ってまいりまして、 BTS 見てきた。BTS、 そうですね、 BTS の RM さんが公開収録をしていたので、メディアは普通はそこは抽選で当たったアーミー3000人が入れる会場なんですけど、プレスでもう後ろで見させていただいて、初 BTS 生で見ました、RM さんを。あれは何、街全体が BTS 一色なんですか？もう6月がそうですね、ソウルのそういう観光名所と BTS がコラボをするようになってて、まあ夜になるとその紫色にライトアップされたりですとか、ロゴが出たりとか、あといろんなところでサンプリングしてたりとか、でも本当に普通のお店、カフェとかご飯屋さんでも、そのファンカフェみたいな感じで、その店内をこう BTS の写真で飾ってたりみたいな、そういうお店もちらほら見ましたね。例えば、去年の夏で言うと、ワンピースとコンビニエンスストアがコラボレーションの規模がでかい感じ？そうですね。それが本当に国というか、その市と一緒にやってるって感じですかね。本当に今月、その10周年の月なので、はい、それを市もお祝いして、ファンも一緒にお祝いしてって感じで、で、世界からもイベントに、を訪れる、ここの世界からのアーミーも来るみたいな、すごい経済効果はあったんじゃないですかね。本当に世界から来てる感じだったんですか、アーミーが。結構まあ、韓国の方も多かったんですけど、はい、海外のそういうアジア系の方もいましたし、そういう、なんて言うんだろう、まあ、アメリカ人みたいな、欧米とかそういう方もいらっしゃいましたし、国際色豊かな方はいっぱい見ましたね。日本人もいました。普通に日本語の声聞こえて、なんか現地で偶然会ったのか、あーみたいな感じで喋ってる人とか、いましたから。もう、あれですかね。やっぱりもう BTS は格が違うっていう感じ。いろんなその知り合いとか、今回一緒にご一緒した方、韓国の方なんですけど、お話しすると、やっぱり誰が人気なのとか言うと、やっぱり BTS っていうのはすぐ出てきますね。本当に BTS っていうのは、本当に、まあ韓国でも、本当にトップオブザトップみたいなグループなんだと思います。韓国っていうか、ソウル歩いてて、こう割とこう目に入ったアーティストとか、最近売り出し中なのはこれだったんだなとかありますか？一通りまあお友達にもあったんですけれども、うん。その子は別にあんまり韓国人ですけど、そういう韓国のアイドルグループ追いかけてる子ではなかったですけど、やっぱりニュージーンズは好きって言って、その BTS のイベントの会場で会った方も、今どんな方人気なんですかって聞くと、やっぱりニュージーンズっていうのは出てきますね。すごいね、ハイブ。はい、なんかハイブの天下がしばらく続くっていう感じですな。ね、男の子、まあ BTS は男性グループでしたけど、女の子も強いんだなっていうのはやっぱり思いますし。はい。韓国を満喫した感じですか？あ、でもすごくいい、貴重な機会だったので、しっかり隅々まで見てきましたので、はい、記事化したいと思ってます、当日の様子を。はい。よかったね。そんな感じで、なんか街ぐるみで音楽フェスは楽しそうだね。うん。いや、それこそファンの人も楽しいと思います。もうどこ行っても音楽も流れてたり、いろんなとこ行って、思い出作れるのが楽しいだろうなと思いましたね。ファンの人は。はい。そういうのができたらいいですね。ね、日本でも。韓国熱がまた再燃したんじゃないですか。今年は誰にハマるのかなっていうのがありますけど。十分ニュージーンズにはハマった方なんじゃないんですかね。2年前の 2PM に比べたら、ちょっと曲も少ないから、全部聴いちゃったって感じはあるんで。また新しいなんか作品が出るらしいので、それも楽しみにしてます。はい、ガチャガチャやりながら、はい、韓国アリの生竹さんとお送りする今週の HOT100、3位からカウントダウンお願いします。ジャパン HOT100 第3位は、マンウィザーミッション、
ット・エ・ミレーの絆の奇跡、第2位はストーンズのこっから、そして第1位は夜遊びのアイドルでした。夜遊びアイドル、またまた1位でございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ということで、V10 でございますよ。10週連続ということは、歴代3位ですかね。うん。各指標が徐々に落ちてきてんのかなっていうところから、トーシル、ストリーミングと MV とカラオケとラジオ4つが、ラジオも上がったっていうのがすごいんですけど、ポイントが増加したんですよ。これはすごいなと思ってて。なんか、まだアニメも最終回ではないので、うん、このタイミングでまた盛り上がったってことは、なんか要因あるはずですけど。先々週のニュースだから弱いかなとか思ったんだけど、はい、グローバルチャート、ビルボードニュースの、あそこで1位取ったぜっていうのが、僕らは先々週盛り上がってたわけだけど、はい、それが一般的なニュースとして浸透してったのは前週なんじゃないかな。このチャート計測集に当たって、はい、いわゆる一般層の人たちがアイドルを聴くっていうチャンスが増えたんじゃないかなって。うん、で、それによる効果があるので、やっぱりこうインパクトあるニュースが一般的に浸透して、いわゆるホワイト層までリーチするのには、割とタイムラグがあんだよな。っていうのを改めて見たっていう感じですかね。確かにグローバル1位って言われたらどんな曲だって知らない人もね、検索したりしたかもしれないですもんね。そうそうそう。だからもしかするとこう夜遊び夜にかけるの人だろうぐらいにしか思ってない人が未だにいるとしたら、その人たちがおみたいな感じで聞くっていう行動があったのかもしれないと思います。ダウンロードが止まらないじゃないですか。ダウンロードは減少してんだよ。ストリーミングと MV の方は上がってる。でももちろんダウンロードは減少してるとはいえ、今週も 26,465 ダウンロードだけどね。いや、そうなんですよね。だから、やっぱりまだ知って、あ、でも買おうって思う人がいるわけですから。すごい感覚ですね、これは本当に。やっぱり面白いのは、マンウィズ×ミレーのところでもダウンロード8656ダウンロードなんだよね。うん。っていう感じで、きっちり所有の方の動きも、キープはされるんだよね。っていうのは、すごい興味深いなと思っておりますよ。スピッツの美しいヒレ、これも3414ダウンロード。これ別にコナンの絵が欲しいからとかじゃないじゃん。鬼滅の絵が欲しいからのダウンロードじゃないと思うんだよね。はい。というところは、ダウンロード全体のマーケット自体は落ちてるとはいえ、上位のダウンロード数っていうのは、まだまだ引っ張られて大きい数字を叩き出せるっていう感じ。ので、淵井さんとも喋ってたんだけど、これと NFT をくっつけて、うまくビジネスがもっと大きくなればいいですね、みたいな話をしてたんですけどね。総合に、ストーンズ、こっから、497,843枚で初週売上1位でございますよ。はい、この曲は、はい、だが情熱はあるの主題歌でございます。はい、ということで、喋り倒す。まあ、ラップ、ヒップホップ、ソウル、で、ブラスセクションが入って、で、かっこいいっすねっていう感じなんですよ。で、正月明けで私、ストーンズの人の YouTube のやつ見て、あ、もうめっちゃかっこいいなと思ったんですよ。で、そっから、こうなんかそれをこう活かした感じで、この新曲が出て、もう素晴らしいというところで、シングル発売とか、こうそこら辺のプロモーションが盛り上がるのめっちゃ待ってて。はい。で、この前のカウントダウン TV のところでも、人と、それからこっからを両方やってくれてですね、非常に楽しかったわけでございます。うんうん、なんかこういうアッパーな感じですごいこうがなり立てて、こう、ストーンズそれぞれのメンバーの魅力がちゃんと出てくるのっていいなと思って、ライブとかだとどうなんでしょうね。バンドとか入れてるんですかね。どうなんだろう。でもこれは入れた絵見てみたいなって思うな。生バンドがすごく多分似合う。彼らはそういう
もう本当に音楽性もすごくクオリティを目指してるグループだと思うので、うん、それこそ本当にアイドルの、ライブの時はバンドとかだと新しい見え方があって、ファンも驚きみたいな、K-POP でもあったりするので、でもしかしたらストーンズさんもそういうの見せてくれたら、それもそれでかっこいいパフォーマンス見せてくれそうな気がしますけどね。うん。めちゃめちゃパンチ力がある楽曲なので、うん、ぜひ、こう、正直ね、当たり前っちゃ当たり前なんだけどさ、カウントダウン TV で見てる感じよりも、YouTube とかの MV で見てる感じの方が、当然ながらかっこいいんですよ。うん、で、すげ、まあ、かっこいいとこ、繋いでるからそらそうだっていう気もするんだけど、それは動画サインになるよねって思うよ。うんうんうん、結構夜な夜なストーンズとかを見てたりするんですけれども。はい。ルセラフィムとストーンズ。はい。と、はい。そうですね。はい。時々ニュージーンズですね。あ、ニュージーンズも。はい。そんな暮らしをしておりますよ。ストーンズは、YouTube でも結構いろんな、素材っていうかコンテンツを出してて、それもまあちょいちょい見てるんだけど、やっぱり音楽関係のところのやつの方が、まあ私がそういう人間だからかもしれないけど、音楽やってくれてるやつの方ばっか見ちゃうんですけど、はい。そこは楽しいですね。ダンスクオリティが、ストーンズ、こっからのところでも、サビんとこのダンスクオリティとか素晴らしいからね。ああ、確かに、ダンスのパート見ました。かっこいいよね。かっこよかったです。はい、こうやっぱりしっかり腰入れて踊ってる感じが。うん。なんつうんだろう、K-POP ボーイズグループに負けねえぜっていう感じの、こう、なんか意地を見せてる感じが、すごい、完全に裏読みっていうか、うがった見方ですけれども、プライドがあって、いいなって思うのです。うん、はい。全然こう、K-POP を意識とか全然関係なく作ってる感じがして、それがなおさらいい。うん。確かにそれはありますね。うん。で、こういうんだってダンスだぜっていう風にちゃんと聞かせる感じがすごくいいなと思います。あ、結構長々と褒めてしまいましたね。はい、で、もう一個、あれですね。7月5日だっけな。アルバムの発売が発表されて、久しいのかな。ミセス。ああ、はい。はい、ミセスグリーンアップルの、発売が告知されて、中身が、トラックリストが、ニュースになってましたけど、それで初登場11位にマジック、収録曲ですね、の MV が公開されました。で、総合11位に初登場。で、なおかつラジオできっちり5位か。で、ダウンロード6位、ストリーミング25位、で、動画再生6位。に入ってきております。ミセスは他の曲もストリーミング上がっているみたいなので。うん。アルバム発売に合わせてね、っていうところもあるんだけど、地上波の露出をめちゃめちゃ熱くやってんじゃん。そうですよね。はい。で、それの効果もあるんだけど、ミセスの露出は、うん、楽曲が軒並みグイグイ上がってきて、これはなかなか目が離せないアクションでございますね。はい。ミセスの夏がやってきそうな気がします。もう来てるんですけれども。ああ。もう夏がやってきますね。本当にね、昔話を しがちなおじさん的にはね、3、4年くらい前のミセスでさ、はい、割とこう30位ぐらいに、こう、いますみたいな感じで、こう、青と夏いますみたいな感じだったじゃないですか。はい。こんなに複数曲がぐわっと上位に来てるアーティストになるって誰も想像してなかったよね。なんかしっかりやっぱり掴んでますもんね。リスナーの心を。うん。パワーアップして帰ってきてるのが本当にすごいと思います。はい。だから、コアファンのところから、グレーソンのファンのところまで巻き込んで、なおかつストリーミングでもちゃんとポイントを上げ続けているっていうのはすごいなと思います。だから、バンドの、ストリーミングの戦い方のすごい理想形なんじゃないかなって思ってますよ。
で、そういうパターンで、もちろん、ヒゲダンはストリーミング先行みたいな形で、で、そこからお客さんが増えていくっていうパターンでお客さんを積み上げていったパターンだと思うけど、そういうバンドもあったりとか、はたまた、もうデビュー何十周年みたいな感じでスピッツが上の方にいたりする。なんだかんだ言ってバンドものが上の方に来てるのは面白いよね。シンプルに言うともう今年はボーイズグループ、ガールズグループ、ダンス系みたいな感じのものかなっていうふうに見えてたのが気がつけばバンドものに染め上げられているヒットチャートっていうのも非常に興味深いアクションだなと。ということでバンド系がまたこの夏ヒットしてこの上半期の流れがひっくり返ったらまた面白いと思うわけですけれども。以上、ホットワンハンドレッドでございました。続いて、ホットアルバムス3位からカウントダウンお願いします。はい、ホットアルバムス第3位は、20th Century の Tonisen for the People。第2位は、ミルクのジュエル。そして、第1位は、エンティームのファーストハウリング Wii でした。エンティーム1位。総合1位、おめでとうございます。強いよね。いや、新人グループながら、しっかりマイセールスも。CD セールスで、つまりフィジカルが、173,298 枚。で、ダウンロードが1,193ダウンロード。で、両方とも1位っていう感じでございました。楽曲のグレードがちゃんとしてるのも当たり前なんだけどさ。こう強くなると、ぜひ逆を言ってこう、ダークホースで TM ネットワークが跳ねてくれたら面白いのになとか思ってたんですけど、ダウンロード2位でしたね。惜しい。惜しい。総合4位でございました。で、ミルク3位で、トニセン3位っていう感じだけど、やっぱりミルクは、フィジカル2位で、で、ダウンロード78位なんだよね。うん。で、トニセン、総合3位なのは、フィジカル3位で、で、ダウンロード9位っていうところで、デジタルの結構ところも割とポイントを上げているのが面白かったかな。と、他はあれかな、フィジカルのところだと、売れ続けるスノーマン、I Do Me が、と、累計で、121,8989枚いっております。はい。あと、ものすごい枚数。は、こっちも売れ続けます。キンプリさん、ミキサー5、累計で 1,391,807 枚でございます。キンプリは、ちょうど今日ですね、お二人の新体制になってからのシングルが出ますので。そうそうそう。先週、フチーさんに言って、すごい、そうですかって言われて、すごい流されちゃったんですけど。最近のジャニーズの曲って、みんな本セクション入ってるよね。ジャニーズで流行ってるよね。流行ってる。なんかあるのかな。どうなんだろう。うん、いいね本みたいな感じで、うちも使おうみたいな感じでやってんじゃないのかなって勝手に想像しちゃってるんですけど、やっぱこう勢いつけていくぜっていう時にはやっぱり本を鳴らすんですかねって思っちゃったりしました。それ藤井さんに聞いたらどうですかねって。もう全然いやどうすかね、そうすかねみたいな感じでした。全然刺さってなかったわけでございます。じゃあ来週は、そのキンプリさんの新曲も入ってくるっていう感じなんですね。そうですね。熾烈の戦いがまた繰り広げられると思います。という中で、あれでしょうか。はい、アルバムのところでも、さだまさし、懐かしい未来、総合10位に入ってきたりとか、川崎鷹也、ぬくもり、総合23位に入ってきたりとか、普通のこういう曲とかもちゃんといるっていうところはほっとしますけれども。BTS 韓国戻ってきて、こう疲労とかって大丈夫なものなんですか？あ、意外に大丈夫です。すごいなぁ。こう一週間引きずるとかないんですね。ねえ、ないんですね。どうしたら病気になるんでしょうか？なりたいですな。はい、なんないことは素晴らしいじゃないですか。はい。ちゃんと栄養とってるんですか？食べてはいますね。ああ、よかったよかった。じゃあそんなこんなで。今週のポッドキャストでございました。聞いていただいてありがとうございました。来週もまたこちらのポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。